それでは定例会見を行います。今日は私の方からはありません。ご質問があればお答えしたいと思います。はい、どうぞ。よろしければ、中です。今日ですね、野党5党が集まって、衆議院の選挙制度改革について、議長のもとに第三者機関を設置すべしということを与党に申し入れたんですけど、このことについて、共産党どういうことですか。これはですね、選挙制度の改革の問題については、すべての政党がですね、集まって、協議が進められてきたと、現に進められているわけで、でここできちんと議論をして、結論を出すと、改革の方向をしっかり出すということが、こうされるべきであって、でごく一部の党がですね、そのような第三者機関なるものを提起するというのは、全くこれは認めるわけにいきません。それから大体ですね、第三者機関という別個の機関に丸投げしてですね、こういろんな弊害がこの間起こってきたというのが歴史なわけですよ。で直近で言えば第8次選挙制度改革審議会8次審で答申が出されてですね、今の地方選挙制が導入される、政党助成金が導入される。ですからまさに有識者に委ねると、第三者に委ねるという結果がですね、今の小選挙制や政党助成金の弊害を作った元にあるわけですね。ですからやはりそういうですね、第三者になるものに委ねるっていうんじゃなくて、国会議員の責任でね、国会の責任としてですね、きちんと結論を得るための議論をですね、行うというのが筋だと思っています。認めるわけいきません。なんですけれども、そうするとその第三者機関の設置、議長の場合は、全党参加はもちろん望ましいと思うんですけれども、それで参加を求められたときには、共産党としてはですか。そういう機関の設置そのものに反対です。きちんと各党協議の場があるわけですから、その場で議論すべきだと。なんですが、憲法の国民投票法の改正案で、今度また憲法審査会の中に協議会を作って、手上げ方式で、改正に前向きな党が協議に参加するというようなやり方が検討されているようですが、これについて共産党にも説明あったようです。私たちは憲法審査会を動かすこと自体に反対です。そして憲法審査会の中で、国民投票法をですね、流れを作っていこうという動きにも反対です。この流れというのは結局ですね、今の憲法、特に9条を改定して海外で戦争する国に作り変えるということを目標にして、それに向かっているわけですから、私たちはその動き全体に反対していくというのが私たちの立場です。はい、どうぞ。明日なんですけど、予算の採決が行われておりまして、まずそれへの基本的な姿勢と、具体的にその強行採決、仮に与党をしてきた場合に、予算党としてはどう対応するか、私たちはまだ審議は伝えていないと。とりわけですね、大きな問題としては消費税の問題があります。で、消費税増税が前提になった、それを進める予算になっているわけですが、やはりその消費税の問題一つとってもですね、今の経済情勢の下でこれを強行するならば、日本経済も財政も暮らしも全部が破綻すると。ですからそういう増税予算もですね、ご留意することは許されないと。そしてこの前昨年の10月12月の経済指標も出ましたけれども、 GDP はもうですね、状況ってのはさらに低迷が明瞭になった。そして駆け込み需要もですね、ほとんど起こらないぐらい消費も低迷している、所得が減っている。こういうもとでですね、消費税増税やればですね、
これは本当に経済や財政にとって破局的なことになる。こういう問題をずっと提起してきたわけですが、きちんとした答えがないままここまで来ているわけで、私たちは引き続き問題点を究明する必要があると。ですから採決という段階じゃないということを強く主張して奮闘します。今言えることはそういうことです。強行するなってことですね。はい、どうぞ。大阪市の、自民党市長が、辞職することになりまして、はい、で9日に、辞という形になります。で、候補予定者説明会には、いわゆる、国政政党からは、参加ではないという見通しですけれども、改めてですけど、共産党が今回そのどういう対応を取るかということと、国政政党が参加しなくなったという状況について、これをどう見るかということをお願いします。今度の大阪市の出直し選挙になるものはですね、全く大義も道理もないというふうに私たち考えております。そういうもとで私たちの対応としてですね、現地の党組織の皆さんと協議もし、現地の判断として維新政治に打ち破るという一点でのですね、共同候補の擁立のために努力するけれども、それができない場合には独自候補の擁立はしないと。でその最大の理由はですね、やはり維新政治ストップの一点共闘ですね、これ何よりも大事にしていこうと。特に大阪市政の中でこの一点共闘が他の政党とも、あるいは市民団体や市民運動のレベルでもずっと広がっていると。ですからその一点共闘を広げてですね、大阪都構想をストップし、維新政治ストップさせていくというのが一番大事な姿勢だと考えて、独自候補は擁立しないという態度で臨みます。で、選挙がどういう形になるにせよですね、今言った政治性を堅持して選挙戦を戦うということになると思います。選挙戦に臨むということになると思います。はい、どうぞ。はい、公明党の漆原国対委員長はですね、ご自身のブログでその集団的自衛権の今の安倍政権の国に対してその、はい、国民の声を聞くべきだというその批判的な、ご意見を述べてますけども、その与党の公明党からこういうですね意見が出てきていることについて、どう受け止めていらっしゃいますか。やはり与党の中からもですね、今度の首相のやり方はあまりに乱暴だという声が起こっていることは重要だと思っております。これ自民党の中からも起こっておりますし、公明党からもそういう声が起こっております。さらにですね、自民党の元幹事長の、野中博さん、小川誠さん、あるいは自民党総裁を務められ、衆議院議長を務められた河野洋平さん、こういう方々からもですね、今度のやり方は問題があると、特に立憲主義という点から大きな問題がある。それから小泉内閣のですね、時に内閣法制局長官を務めた方からですね、このやり方はまさに立憲主義を踏みつけにするやり方であって、改憲派と護憲派がですね、その立場の違いを超えて共闘すべきだというお話もこの前超党派の議員の会でされました。ですからこれはね、私たち立憲主義を守れと、法治国家を守れと、この一点でですね、立場の違いを超えた共闘が必要だと、あるいはいろんな共闘が必要だと考えております。でやはりですね、今度これだけの声を起こるというのはね、やはりこれまでの政府の憲法解釈に照らしてもね、とてもじゃないけどね、どう考えても理屈が立たないことをやろうとしているというね、事柄から来ていると思うんですよ。でこれまで政府の見解というのは、自衛隊は
我が国自衛のための必要最小限度の実力であって戦力ではないというふうに立つわけですね。第2項に反しないと。そしてですね、自衛権の発動の要件としては第1項に旧白不正の主権侵害があった場合、第2項に他に方法がない場合、そして第3項にその発動した場合も必要最小限度と。つまり要件として我が国に対する旧白不正の主権侵害があった場合に初めて武力行使ができるという論を立ってきたわけです。これはそれなりに私たち立場違いますよ、立場違うけどね、それなりに一つの筋が通った論だったんですね。今度はですね、我が国に対する武力攻撃あるいは我が国に対する旧白不正の主権侵害がなくてもない場合でも密接に関係する国に、武力の攻撃がやられた場合には武力行使をするっていうのが集団的自衛権ですから、だからしないっていうものをするっていうに変えるわけですからね。これはね、全く180度これまでの政府見解変えるわけですよ。これはね、とてもではないけども論が立たない、できない、こういう声が起こるのは当然だと思いますね。ですからこれは私たち集団的自衛権の本当の狙いはね、海外で戦争する国を作ることにあると。2001年のアフガン戦争、2003年のイラク戦争、戦争の時にですね、日本の自衛隊出しましたけれども武力の行使はできないというね、歯止めがかかっていたために戦闘地域まで行きませんでした。しかし今度はですね、その歯止めをなくしてね、戦闘地域まで行って米軍と肩を並べて戦争する国にしようと、こういう狙いがあるというふうに私は考えておりますが、この本質的な狙いはね、狙いとして明らかにする論陣を張っていきたいと思っておりますが、同時にこのやり方がね、立憲主義に反するというね点でたくさんの声が起こっているということは大変大事で、立憲主義を守るの一点での共闘を呼びかけていきたいと思っております。どうぞ。これも一点共闘ですね、立憲主義共闘ですね、呼びかけていきたいと。どうでしょうか。はい、政府はですね、いわゆるエネルギー基本計画案を決めました、はい。で、原発に関しては重要なベースロード電源という位置づけをしています。で、これについて私はですね、エネルギー基本計画案でですね、重要なベースロード電源というふうに位置づけたことについてですね、いくつか大問題があると思うんですが、まずこう位置づけてしまうとね、原発の高級化になるということですよ。つまり経産省が言うベースロード電源になるものは、コストが低廉で、供給が安定していると、非常に、立派な電源だと、こう言い続けてしまった以上ですね、その電源を使い続けるということになるわけですね。で、現にですね、経団連の米倉会長が、ベース電源ということになれば、一定割合の、原発を確保することが必要になるわけだから、新増設も必ず必要になってくるということをはっきり言ってますけどね。ですから原発のね、高級化になると。ですから口ではですね、文章は原発の依存度をできるだけ低減すると書いてありますが、そんな保証何もない。一定割合は必ず原発をね、これからも使い続けるんだというね、原発高級化宣言ですね。で、これはやはりおよそですね、3.11 経験した国民世論にも反している、福島の思いにも反している、これは第一点です。だから第二の問題はですね、そもそもベースロード電源に値しないってことが事故で分かったじゃないかと、それを全く無視しているという問題です。で、大体コストが低廉だというけども、核のゴミの費用、処理の費用、あるいは事故処理の費用、そういう処理の費用を考えたら原発というのは究極の高コストだと
言わなければなりません。それから安定供給というけれどもね、原発というのは事故を起こしたら大電力が一気になくなるわけですよ。ですから非常な混乱をもたらすね、まあ、最悪の不安定電源だということも体験したわけですね。ですから安価でもなければ安定でもない、これも事故であれだけ分かっておきながらね、今になってベースロード電源ということを言うのは、これは本当に事故の教訓から何も学んでない、ベースロードに値しない電源ですね、というのが2つ目だと思います。第3に私言っておきたいのはですね、総選挙の公約で自民党公明党は何と言ったかと。で、自民党はですね、ともかく原発に依存しない社会を目指すと、これは公約だったんですよ。公明党はですね、できるだけ速やかに原発ゼロを目指すと、つまり自民党は脱原発依存、公明党は原発ゼロをね掲げて選挙やったわけですよ。で、今度の方針というのは脱原発依存、原発ゼロ、まさに空振りしてた方針ですから、これはね公約違反だということも言っておきたいと思います。ですから私たちはこの案はですね撤回するべきだと、このまま閣議決定というのは到底許されるものじゃないということを強く言っておきたいと思います。加えて言いますと、核燃サイクルを推進するということが明記されたのもね、極めて重大ですね。核燃サイクルを推進するということになりますと、どういうことになるかというと、再処理工場を動かすということになるわけですよ。再処理工場を動かしたらどうなるか、プルトニウムが出てくるわけですよ。そうしますとね、このサイクルを動かし始めたらプルトニウムがどんどん出てくる。プルトニウムが出てきたらどうなるかといったら、それを燃やさなきゃならなくなるわけです。ですからこれもね、核燃サイクルを推進するっていう言った途端にですね、まさに原発を恒久化するものになると。だからまさに原発というね、あれだけ国民がですね、非常に辛い体験をした、今の14万人の方々が避難生活しられている、あれだけの大事故を起こしながら、で、口では安全神話への反省とかね、14万人に心寄せるとかね書いてありますよ。しかし中身はね、全く無反省のうちのものが出てきたと、これ許すわけいかないというふうに考えています。どうでしょうか。もう言ってはい、どうぞ。まあ、日本維新の会がですね、まあ、例のいわゆるその日本軍アップの問題に関する、まあ、この談話についてですね、まあ、その石原元官房長官の、まあ、国会答弁などを受けて、まあ、国会でもですね、その検証するような、まあ、維新の方からいうと、まあ、いわゆるその事故、原発問題の事故調などを、まあ、イメージしている意見もあるようですけれども、そういう、まあ、国会でも検証する機関も必要べきではないかという提案をされてますけれども、今言われた動きというのはですね、結局この談を葬り去ろうということを目指した動きだと思います。ですから私たちは反対です。それで私たちはこの談話、この作成の過程を全体を見ればですね、1990年にこの韓国から、慰安婦とされた方々が強制的に連れられたと、連行されたという事実があると、それを認めてほしいという提起がされる、これ90年ですよね。そして日本政府がさまざまな調査を始める、そして92年の段階で加藤官房長官の談話が出て、この段階でもすでに日本政府はさまざまな資料から強制使役はもう動かしがたい事実だということは認めるわけですよね。つまり日本軍の管理のもとに、軍慰安制度が行われていたことは認めたわけです。しかし最後に残ったのは強制連行の是非でした。で、日本側はいろいろと調査をやったわけでありますけれども、強制連行を裏付ける日本軍の資料が見つからないと、そこで最後にやったのが16名の方々の
慰安婦の聞き取りなんですね。ですからね、16名の聞き取り自体がですね、裏付けのために聞き取りに行ったわけですよ。すでに提起されていた、すでにもう90年、あるいは91年の段階から、慰安婦の方々から強制連行されたと、それを日本はしっかり認めるべきだという訴えがされる。で、その真実性をね、確かめる手段として聞き取りをやったわけです。ですからその聞き取った全体を当時の政府がですね、判断して、これはもう本人でなければ絶対言えない真実性を持ったものだという認定して、この談話になったと。私はこれは当然の対応だったと思っております。ですからこれをね、ひっくり返すというのはとんでもない。加えて言いますとね、河野談話の後ですね、こう韓国や中国の元慰安婦の方々から日本政府に対する賠償請求の訴訟がされます。その訴訟がですね、この談話の前後に始まるんですけども、この談話が出された後ですね、一連の判決が下ってくるんですよ。それで請求自体は棄却されるんですけども、事実認定はされるんですね。すなわちこれは高裁段階で事実認定がされているわけですが、これを見ますとね、全てのケースでですね、強制連行が裁判所で事実認定されています。ですからね、そういう点ではですね、河野談話の真実性というのは日本の司法でもね、決着済みの問題だと。これはだからこれ今の段階でですね、あたかもこれ強制連行なかったかのようなことをですね、言い立てて、この談話を葬るというのはもう絶対やってはならないことだと強く言いたいと思います。むしろやるべきはね、やっぱりきちんとした日本としての謝罪と賠償をやることですよ。やはりきちんと日韓請求権協定に基づく協議を韓国政府と行って、しっかりとした謝罪と賠償をやって、きちんとこの問題について歴史的な責任を取る対応をすると、これこそやるべきだと。いかがですか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。どうも。